皆さんこんにちは、マーティンダーのミャクボーイキングタケです。今日はマクドナルドのクルー体験、リモートクルー体験で裏側を調査したいと思います。ハンバーガーの作り方は、まずミートパティを170度以上熱せられたグリルを並べ、グリルは一度表面に焼くことができちゃうんです。まあ自動的です。これは難しい。バンズをトースターで焼くんです。それからバンズは焼けるとトースターの下から出てきます。そのバンズを取り出し紙の上に置きます。温めるバーガーを作る台でディスペンサーを使ってケチャップ、マスタードの順番に乗っけ、それからオニオン、ピクルス乗っけて、焼いたパティをミートに取り出して、熱々のミートパティをバンズの上に乗せて、それを包めば出来上がりなんです。これ早いですね。はい、できたものはもう渡します。まあマクドナルドの中はまあ商品渡すところにジュースマシンとかレジカウントありますけども、ドライブするとその中はまあフライエリア、ドレスエリア、グリルエリアに分かれております。担当がはいやりますね。ポテトはですね、ポテトの入ったカゴを160度以上の油が入ったフライヤーのバットの中に入れるんです。それから30秒後に一度持ち上げてカゴを揺するのがこんがり上がることなんです。約3分ほどこんがり上がったらバギングステーションへ、そして上がったポテトを広げて、そして M みたいなトリプルアーチを描くようにする。 M じゃないです、 SML に分けてバッグにいっぱい入れれば完成です。これ確かに難しい人もあるんですけども、はい、この後は指定の工場、マクドナルドの工場の裏側を行きたいと思います。まあ、ハセップはこれですね、 NASAから取り入れられたものでございます。いろいろ調べます。パティができるまでは、まあ肉をね、菌を増えないようにね、速効な対策。ミキシング、あとはグラインド、あとボーンコレクター。これミートを成形する工場もございます。はい。地球に優しいです。はい。検査室でいろいろ調べますね。バンズができるまでもまあ大変なものでございます。セサミバンズ、レギュラーバンズ、タツタバンズ、ビッグマックバンズ、いろんな種類があるそうでございます。はい、今日はマクドナルドの裏側でした。バイバイ。